優しくですよ。負けるときだけ巻くって感じです。おーしゃべしゃだ。40いったかも。ちょっと待ってくださいね。おーいったんじゃない。ジョイさんそのままですよ。ゆっくり。うわありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。すっげーなー。これもあるよ。これもあるよ。あこれもほら37ぐらいってやでしょ。37でしょ。これ37すら。どう今度はメジナだな。おメジナだな。それ以上湧きない。オッケー。こう流すね。こう流。ここがこう黒いじゃないですか、はい、でさっきよりもこう鋭角なんですここ。ね。ほんでスマートでしょ。シュッて。ってオッケー。いきますよ。よっしゃ乗った。あなんだこれ誰だこれ。あこれも餌取りの定番。これスズメダイですね。スズメダイ。これも定番です。これと念仏ダイがやっぱ餌取りの定番なんですよ。よっしゃよいしょ。あまあまあサイズあったか。優しくですよ。今度は硬いよ。これ硬いでしょ。優しくいいっすよ。いいっすよ。おほらほらやっぱり大きいく。ほらやっぱり大きに行くもんね。いいっすよ。そんな感じです。40行ったかもしれないですね。落ち着いて40行ったよ。これ落ち着いて。おでっかいでっかい。今日一。そうそう優しく。ほらでっかいでっかい。ほらでっか。でっかいっすよ。いいっすよ。オッケー入った。40いったじゃない。あいったいった絶対これ。40の形してます。おすっげーでっか。こう切ってみよう。ぴったりっすよ。42じゃん。41.5。 はい、41.5。 もう約42あります。でっか。あれなんてこと言ってたら浮きがないや。どこ行った浮き。お乗ってた。おっしゃ乗った。ここで優しくなんですよ。おダブルヒットじゃないですか。やったー。そうですね。僕はどこ行ってるんですか。これ同じ魚釣ってないですよね。大丈夫ですね。同じ魚釣ってたら結構辛いですけど。おおいいっすよ。優しくです。優しくいきますよ。よしじゃあ僕あちょっと待ってよ。ちょっと今いやそんなわけないじゃないですか。あ2匹いるやった。ちょっと待ってよね。ちょっと僕先入れちゃいますよ。ジョイさんそのまま耐えとくんですよ。ぶり上げられないですよそれ。ぶり上げちゃダメですよ。あ、やべ、いけねえ。ちょっと待ってね。ちょっとそのままですよ、そのまましといてくださいよ。そのままいっちゃいましょう。 OK、入った OK。 ちょっと待ってね。ちょっとそのまましといてくださいよ。あ、大丈夫です、行きます。
やばい、またジョニーさんの方がでかい。これこの感じすごくない？ジョニーさんまたこれ40いったんでしょ？でかいっすね。ねえ、でかいっすよ。40いったでしょそれ。そう、これでもほら、これでも34センチあるんですよ。ね、これで34センチです。はい、あ、惜しい。あ、惜しい。39。はい、39だ。おー、はい、いいっすよ。すっげえ。これもこれ持ってきてよかったですよ、これ。ちょっとしげちゃん、一回クーラー見ていいですか？ちょっとクーラーボックス見ていいですか？あ、うん。欲しいですね。うわー。な、もう6枚7枚ぐらいいってるんですかこれ。多分7、8枚ぐらいいってるんだ。よっしゃ、取った。あれが当たりだな。入ったでしょ。乗ったよ。乗った。これでも30あるもんね。40いったかな。よいしょ。38だね。38センチ。
午後になってもですね、この浮き暮れがすごいですよ。本当に。あの沖にあるあれもそうですね。で、あの辺りにあるのもそうです。浮き暮れです。ね、もう点々と浮き暮れの姿がありますね。あの先端の方にも浮き暮れの姿が見えてます。すごいですね。